俺ね、こう正直な話、入った時、友七の大ファンだったの。すごいなぁと思って。そんなね、27もなって、すっげぇなぁと思って。まあ、いろいろね、まあ、可愛さ余って、憎さ100倍。うん、まあ、そういうところがあったのかな。で、あんまりにもなんか、あれして、で、土俵でとか、だからその、尊敬さ余って、憎さ100倍みたいな。大体わかるでしょ、俺が言ってる意味は。だそれが、だから、結局毎日、土俵で、顔張ったりとか、めちゃくちゃしてたわけですよ。そしたら、毎回やってたら、だから、なんで俺ばっかりやるんだよとか言ってきたから、イラってきて、で、その土俵の上で、巡業の上でもう、ちょっと、バンって、うっせえこの野郎って、下降りろとか言って、で、下降りたら言われるから、だから花道までバーって行ってさ、で、花道来いとか言って、それで、殴れの喧嘩になりそうなの、ほらとか言って。